はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今から、ちょっと自動車屋さん行ってきます。で、今ね、K の、鈴木の K ですねのエンジンの乗せ替えやってるんですが、それの進捗状態をね、ちょっと見てこようと思ってます。で、その自動車屋さんはもうすぐ近くなんでね、うちからすぐ近くなんで、ちょっと道のりも含めてね、紹介させていただきます。リセットしようかな、距離をね、片道どのくらいあるのか。スタートが9時25分です。ちょっと時間は忘れそうだな。あれ、あ、エンジンかけてねえや。あ、ダメだ。エンジンのかけ方間違ってる。エンジンかけずにバックにギア入れても進まねえだろ。ダメだね、喋りながらやってるとね。はい、じゃあ無事エンジンかかりましたんで、教習所からやり直してこいって言われちゃうね。はい、じゃあうち出ます。なんかね、もうその整備工場までは田んぼの中の一本道自動行くともう到着です。信号機は一箇所もありません。はい、じゃあね、今からたけし農場の農業を出ます。はい、これがね、いつも通ってる生活道路ですね。で、今助手席側からね、携帯でビデオは撮ってます。よいしょ。いつものね、ソニーのハンディカムではなくて、あれ、あの車もう戻ってきたのかな。うちのトトナお隣さんですね。よいしょ。いつものね、ハンディカムではなくて携帯で撮ってます。で、車のね、修理の進捗状況は、いつものね、ハンディカム、ソニーのビデオカメラで撮りたいと思います。はい、で、今たけし農場の庭から生活道路を左折しました。で、ここにあるのがお宮です。で、この先が、お墓になってます。はい、ここを左折します。で、右側に見えるクリーム色の大きい建物が農業仕事になってます。だいたい前映ってますね。ちょっとカメラ右向いてるのかな。もうちょっと左向けた方が良かったのかな。で、この田んぼの中の方にこの道走っていきます。南海山がやっぱり綺麗ですね。まあ、ここから見てね、ガスってなければ、まあ、ニコの山は雪降ってないと思うんですけどね。よいしょ。で、これから行くね、その修理屋さんっていうのは、いとこのね、やっぱり自動車屋仲間みたいですね。でもそこは面白くて看板が出てないんですよ。だから一元さんはまず行かないっていうか行けない。ここに自動車屋さんがあるって分かんないからですよ。いやー、初めて。普通ね、民間の整備工場って、まあ、例えばいとこのとこなんか竹志モータースとか看板が出てるんだけど、看板も何にもありませんから。で、表から見えるのはセルフローダー、積載車が1台見えるだけで、農家の納屋の一部に、あれは二中か、二中ってのことはね、二中だな、二中リフトを設置して、あと工具を揃えて、整備をやってると、そういうところです。横から走ってきた車も疲れちゃうんでね。はい、
にあの農家です、普通の農家です。でご両親ね、お父さんもお母さんも健在で、ニラ栽培やってます。この間行った時にね、話も持てちゃって30分くらい話してたかな。うちも昔はニラ やってたんですよなんて話してね。ただ自治会がね、全く違う自治会なんで、全然うちのことは分かってないみたいです。ちなみには私も同じニラ仲間なんですが、こんなところでやってるんだと思って、初めて、お目にかかる、人ですね。81歳でね、まだ現役でやってるそうですから、元気だよね。よっこいしょ。左側がね、スイートピーかなんかだと思うんだよね。大きいレントハウスあるんですけど、中は何入ってるのかよくわかんないです。見えないんだよね。イチゴじゃなさそうだよね。なんだろうね、見えないんだが、まあ、この辺はね、角田さんっていう方が大きくスイートピーやってるんでね、かなと思ってるんですが、ただ徳田さんのホースはもうちょっと右側なんだよね。よっこいしょ。よいしょ。ここもね、ちょっと見にくいんだけど、ね、田舎道はね、結構交通量少ないんで飛ばしてくるんだよね。うん、だからうっかりちょっと飛び出しちゃってね、横からバシャンってやると結構痛いんで、ゆっくり走ります。はい、でこの正面がお墓で、そのお墓の2km ですね。約2キロです。ここのお墓をぐるっと回り込んで、この先が修理工場になります。よっこいしょ。1.8km ですね。5分ぐらいかな。もうね、正面にセルフが見えるんですけど、それ以外は看板も何も出てないんで、ここでこの奥で修理やってるなんて絶対に分かんないはい、到着です。じゃあ携帯の方のね、ビデオはね、撮影はここで終了になります。よいしょ。はい、この奥でね、作業やってます。で、右側のビニール貼ってあるところは、ご両親のね、ニラ農家の作業場になってます。やってるんじゃないかな。おはようございます。この間どうもお邪魔しました。あ、中進んでますね。うん、ああ、うん、いないみたいですね。勝手に取ってきます。あ、だいぶ進んでますね。お、お、お、あ、新しいエンジン乗った。あ、乗ったっていうか、あ、もう組み上がってますね。で、古いエンジンはこの箱に乗せて送り返すんでしょうね、メーカーにね。お、組み上がってる様子です。よっこいしょ。お、ピカピカのエンジンですね。ちょっと足元気をつけないとな、踏んづけちゃうからね。よっこいしょ。まあ、踏んづけても壊れるような部品はないんでしょうけど、やっぱしまずいよね。こういうふうになってんだ。ちょっとぐるっと一周しますね。よっこいしょ、よっこいしょ。おっと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 。はい、こんな感じですね。で、これがターボだよね。ターボで、よっこいしょ。ちょっとこれ、ゴミが入んないようになってんだね。よいしょ。はい、
これがインテークじゃなかったエキゾーストの液パイで、液パイからこうターボに入ってると。で、この新しい部品がこれがタービンですね、はい、ここにタービンが入ってます。もうエンジンは組み終わってんだね。よいしょ。で、これがねミッションですよね、でこちらがインテーク側ですね、うん、戻ります。よいしょ。これがインテークですね。よいしょ。やっぱりね新しいエンジン気持ちいいよね、はい、これがオルタネーターですか、ダイナモね、はい、そういうことでエンジンは組み上がってるようですね。で、これが外した方のアクチュエーターか、アクチュエーター、あ、これターボ、あ、ターボじゃねえよね、ターボこんなにちっちゃくねえもんな、もうちょっとでかいもんな。これがアクチュエーター、よっこいしょ、はい、こんなちっちゃかったか、っこれがターボ、よっこいしょ、違うよね、うん、よっこいしょ、よいしょ、よいしょ、うん、あ、中に羽がついてれば、あ、これターボか、あ、羽ついてるからこれターボだね、うん、これがちっちゃかったっけ、うん、でもこれ違うよな、これが1字側でこれ反対側が圧縮する方、あ、違うよね、なんだろうでもこれかなり熱は加わる部品みたいだよね、ターボじゃないよね多分ね、すいません素人でしどろもどろで解説になってないですねいとこがいればね聞けるんですけど、まあだいぶね出来上がってきてますね、はい、でこれさ、この上にいろんな部品がついちゃうとさ、このピカピカのエンジンが見えないよねちょっとそれ残念だよね、はい、しょうがないね。これがターボだと思ってんだけど、こっちがターボでいいんだよね多分ね。でさっきのなんか錆びてる部品がこの先につくんでしょうね多分ね、はい、アクチュエーターだと思ってるんですがよくわかりません私は。まあね、プロの人が見るとなんだバカなこと言ってると思ってるんでしょうね、まあ素人なんでそんなレベルです。え、そういうことでね、エンジンの方がかなり組み上がってますという動画でした。はい、じゃあね、ちょっと出かけ出ていなかったみたいですね。まあ途中経過はね、ビデオ撮らせてもらいましたんで、はい、これから帰ります。よいしょ、ね、だから多分この自動車屋さんは仲間から仕事をもらってか、ほらちょっと面倒な手間のかかるような仕事を回してもらって、そういうのをやってるんだろうと思うんだよね。でもね、竹島を出すようなじいちゃん修理屋さんにはちょうどいいよねだってまあもうね65、竹島を出すも65過ぎてくるんじゃないかな、これよりちょっと下だから65ぐらいの間だからね、うん、まあ、前回7年前に、ね、あの K のねエンジンを下ろしてもらった時はまだ50代後半ぐらいだと思うんだけどね、まあざっくり足掛け10年まあそこまでは言ってないけどでもね、だからまあしょうがねえのかななんてね思ってます。なんかね一時やろうかなっていう気があったみたいです、うん、でどうする
まあ、いいとこの名前とっちゃんって言うんですけど、いいよとっちゃんのいいよで、自分で やれなければ出しちゃってもいいよっていう話はねしたんですけどね、結局出しちゃったみたいですね、やればやれるんでしょうけどね、ただ一人作業なんでね、怪我とかそういうのをしちゃうとね、それがちょっとね、もう申し訳ないなと思ってるんで、まあ無理はしないでねという途上でね、今回は竹下モーターズで、やらずに、別のね自動車屋さんにお願いしました。で、私の YouTube でもね、上げたんですが、エンジンを乗せたままでも修理できますよっていうコメントいただきました。あ、いとこもね同じこと言ってますただやはりね、エンジン乗せたままですと、作業しづらいしね、ネジなんかを落としちゃうとね、なかなかもうエンジンルームの中の方にね、ネジ挟まっちゃうとね、探すの大変でですね、まあ、ちょっと面倒でも下ろしちゃえばね、作業性はやりやすいんで、それと、他にね、部品が、ね、劣化してるときはね、そういう部品も見つかりますので、まあ、下ろしてね、ぐるっとして周り見てもらって、悪いような部品は交換してちょうだいねという、もうお願いがしてあるんで、もう見積もりも取らずにね、発注しちゃいました。普通のね、例えばスズキのディーラーとかそういうところへ行くと多分30万40万のコースですからね、まあ多分半分ぐらいで行けんじゃないかなと。まあ修理終わりましたらね、詳細を動画に上げようと思うんですが、ただエンジン以外にもなんかブレーキパッドなんかも来てたんで、多分車検に向けて早めに整備しちゃおうと、どっちみち足回りばらしてありますんでねそんなのもあるみたいです。まあ、詳しいことはね、竹下モーターズに聞かれてよく分かんないんですけど、まあね、そういう金儲け主義的な修理はやらないと思うんだよね。まだまだ使える時も交換しちゃうとかね、そういう修理はやらないと思うんだよね。だからまあ冗談で言ったんですけどね、まああと15年ぐらいは運転できると思うから15年も持てばいいからって言ったら、15年も乗るんですかって言われちゃいましたけどまあ一応ごめんなさい、まあ一応あの車はね、私より長生きしてほしいなとは思ってるんですけどねまあどうなりますことやら、これで終了です。お付き合いありがとうございました。